ではチェイナーによる深層学習の2回目と題しまして、自然言語処理研究室の小川洋次郎が発表させていただきます。で、今日の発表内容は、実際にチェイナーをプログラムで使う時の使い方を説明します。で、前回の説明ではこういうニューラルネットのモデルがあった時に下のような数式で表されることを説明しました。で、このニューラルネットのモデルを、さらにこう簡単に分かりやすく表現するために計算グラフってものを考えます。で、これが計算グラフの例です。で、丸の記号は、変数の濃度を表してて、で、四角は、関数の濃度を表しています。で、それぞれを、矢印でつなぐことで、ニューラルネットを表現しています。で、例えばこの例ですと、入力が x1x2x3 というものがあって、出力 z があったとすると、この出力 z を、下のような、関数で表されるような、モデルがあったとします。で、この式をもうちょっと詳しく見ていくと、まず H1 という関数を考えると、真ん中の式のように H1 という関数を使って、表現することができます。で、さらに H2H3 という関数を考えるとすると、最終的にこの Z は H1H2H3 というような関数を組み合わせて、合成関数の形で表せることが分かります。で、そうですね、このような合成関数でこの計算グラフを表すことができて、で、合成関数で表すことで、その合成関数の微分をしやすくなるっていうようなメリットがあります。で、今までは、入力層から出力層までの計算をこれでしたことになるので、順方向に計算したことになります。で、これを逆方向に計算することを考えます。で、先週の説明では出力層の誤差があったときに、その下の層のパラメータの更新するときに、上の層の、誤差をパラメータで変微分した値を使って、パラメータを更新していくっていうような、説明をしました。で、それを、このように図のように表すとこのようになって、上の層から下の層に向かって、パラメータで変微分していく様子を表しています。で、実際に、例えば入力層の X1 っていうノードのパラメータの更新に使う、微分値を出したいときは、このようにそのノードにたどるまでの変微分を掛け合わせたもので表現することができます。で、次に X2 っていうノードのパラメータを更新したいときは、X2 っていうノードにたどるまでの経路が、この場合だと2つあるので、その2つの経路を足し合わせたものになります。このようにして、モデルを、定義したときに、そのパラメータを更新するには、まず順方向で計算した後に、次に逆方向で各パラメータで変微分してあげることで、パラメータの更新するための値を決定することができるというような内容です。っていうことを、頭に置いといて、
で実際にチェイナーを使ってプログラムを書いていくときに使う、モジュールを説明していきます。で、まあ、最初にこのような感じでチェイナーをインポートします。で見てほしいのが一番下の2行、チェイナー .functions っていうモジュールを asf f っていうふうに表現します。で同じように links っていうモジュールを l っていうふうに表現します。で、計算グラフの変数ノードに対応するオブジェクトを生成するときに、バリアブルっていう関数を使います。でこのプログラムですと、まあ、x1 っていう変数ノードを定義したいときはバリアブル関数に、1を要素として持つ配列を与えます。でこのときに、チェイナーだと型を宣言してあげないといけないらしくて、この as type っていうものを使います。でその型の宣言なんですが np.float32 っていうのは実数を表していて、これを整数に指定したいっていうときは int32 っていうような感じで型を指定します。で同じようにして x2x3x2x3 も、2要素2要素3っていうふうな、配列を定義してあげます。で、まあ、これで変数モードができたので次に出力 z をこのような式で与えてあげると z が計算されます。でその z の計算結果を見たいときは z.data っていうふうに、データっていう属性を使ってあげると、結果的にその計算結果を表してくれます。あ、でここまでが、先ほど説明した順方向の、計算をしていることになります。次に逆方向の計算についてやっていくと、このバックワードっていうような関数を使うことで、全部のノードに対する各パラメータの、変微分をしてくれますっていうのが関数です。で実際に、まあ、x1 のノードの変微分を知りたいって時は x1.grad っていうふうにすると変微分の値が返ってきます。まあ、同じように各変数のノードの変微分を知りたい時は、まあ、grad っていうふうに書くと知ることができます。これを、まあ、さっきまで何をやってたかっていうと、まあ、z がこういう式で与えられたときに、バックワードで、全パターンについて変微分して、まあ、その結果をグラッドっていうふうに指定すると、こういうふうな実際の手計算でしたような結果を返してくれます。で、次に、変数ノードをバリアブルっていうふうな型を使って定義したんですが、そのバリアブルを変数とする関数を提供してくれるのがこの functions っていうモジュールになります。で例えばバリアブル変数 x にマイナス1の要素を入れたとして、このサインの値を知りたいときは、そのファンクションズっていうのは F で表現するので F.sinx でそのデータを知りたいのでデータっていうふうにするとマイナス1っていう変数のサインの値を返してくれます。で同じようにこのファンクションズっていう関数を使うとシグモイド関数だったりコサイン関数を使うことができます。でさらにこの関数の微分をしたいっていうときはバックワードっていうふうにして、でグラッドで微分を微分をしてくれます。
次に、これもバリアブルを変数とする関数を提供してくれるモジュールにリンクスっていうのがあるんですが、ファンクションと違ってこのリンクス内の関数にはパラメータが存在しています。で、例えば第 L 層が3個のノードで、1つ上の L プラス1層に4個のノードがあるようなニューラルネットを考えます。そうしたときに、L ドットリニア3コマ4っていうふうにすると、そのリニアっていう関数を使って、入力が3次元で出力が4次元の入力が3次元なんだろう、 L 層が3個あるんで、入力は3次元ですよね。で、上の層が4個のノードがあるんで、出力は4次元で出力しなきゃいけないので、その入力から出力までの計算をこのリニアっていう関数がやってくれます。で、その括弧の中にはその入力と出力の次元を指定してあげます。で、このリニアっていうような関数を使ってあげると、自動的に重みとバイアスの値を作ってくれます。で、初期状態としてこの H の重み W のデータを見てあげると、こういうふうになって、最初はランダムな値が代入されます。で、これが4行3列になっていて、そのリーダーに指定した次元と一致しています。で、同じようにバイアスも最初は全部0で初期化されて用意されます。で、例としてこのバリアブル変数 x をの配列に、レンジ6のリシャープ2の3なので0123455っていうような、データがあるとします。で、これを先ほど定義したこのリニア関数に入れてあげると、こういうふうに書いて y イコール hx にふうに書いてあげると、先ほど関数に、代入してその中身を見てみると、このようになります。で、これが2行4列っていうふうになっていて、最初、1行目を見ると3次元の入力が4次元に計算されていることがわかります。で、実際何をやってるかというと、重み W を入力にかけて、で、バイアスを足すっていうような計算をこの HX がしてくれています。このようにして、次の層への計算を自動的にしてくれます。で、このようなモジュールがあることを説明したので、実際にクラスを、ニューラルネットを定義するクラスを作っていきます。で、今このようなニューラルネット、入力が4次元で出力が3次元のニューラルネットがあるとして、式で言うとこのように表現できます。で、このニューラルネットのモデルをリンクス内の関数リニアやファンクション内の関数シグモイドなどを組み合わせることで定義することができます。
定義するニューラルネットのクラスを、まあ、マイチェーンっていうふうに名前をつけて、そのクラスにチェインっていう、まあ、チェイナーが提供するクラスを検証します。で、最初にイニットで、イニット内の関数の中に、リンクス関数、そのパラメータを持つ関数を定義してあげます。で、今の例だと入力が、4次元 で、 で中間層のノードが3つあるんで、3次元出力3次元で、中間層から出力層に向かうには、入力3次元で出力3次元の関数を用意してあげます。で、次にコール関数では、損失関数を定義してあげる関数になってて、まあ、損失関数っていうのは二乗誤差ですね。二乗誤差を計算してあげる関数なんですが、その二乗誤差を計算するにはまず順方向に計算してあげる必要があります。で、そこで順方向で計算する関数を、このフォワード関数っていうのを用意してあげます。で、ここではその層を移動するときに活性化関数をかけてあげるような処理をしています。あ、違うな、シグモイド活性化関数をかける前に、この L1 括弧 X っていうふうに、ここで定義したその層の入力から出力に、計算してくれるところに、まあ、入力 X を入れてあげて、で、その上でシグモイド関数をかけてリターンしています。ここで順方向の計算をして、ここに戻って、次に今の場合二乗誤差の計算をしてあげたいので、mean アンダーバースクワードすらアンダーバーエラーっていうふうな二乗誤差を計算してあげる関数に入れてあげることで、二乗誤差を計算してくれます。これがクラスの概要です。で、まあ、さっきのクラスでは損失関数を求めたんですが、その損失関数から、各パラメータを更新する作業が必要になります。で、その処理を全部やってくれるのがこのオプティマイザーズっていうような関数です。で、まあ、最初の初期設定として、モデルをマイチェーン、さっき作ったクラスに指定して、で、オプティマイザーを、今回は最急化法 SGD を使うので、それを指定してあげます。で、その指定したオプティマイザーの手法をモデルにセットアップしてあげます。これが初期設定です。で、次に実際に、訓練データを与えたときにパラメータを更新してくれるようにするには、まずそのモデルの勾配を初期化、全部ゼロに初期化して、で、先ほどのクラスを用いて損失誤差を計算して、それをバックワード逆方向に計算して、勾配、各パラメータで変微分してあげます。で、最後にアップデートっていうふうにするとパラメータが更新されます。まあ、このような処理をオプティマイザーがしてくれます。で、ここまでの話をまとめて、まあ、入力データに対してパラメータを更新してくれるプログラムの全体図をまとめると、まずデータを準備したときに、そのモデルに
データを入れた出力と教師データの誤差を計算してくれるクラスを定義します。で、そのモデルに SGD っていう手法をまあセットアップしてあげて、で最後に、各教師訓練データに対して、最初に勾配を初期化して、で誤差を計算して、で誤差から勾配を計算して、最後にパラメータを更新してあげて、最後に結果を出力する。でこれが基本の形になります。はい、以上で発表終わります。